おはようございます。長州関探訪の語り部マッキーです。いつもご覧いただき本当にありがとうございます。今日も幕末長州の関を探訪してまいりましょう。はい、今年もあと数日で終わります。2023年も長州関探訪大変お世話になりました。たくさん探訪した1年でした。来年も一つよろしくお願いいたします。さて、2023年を締めくくる史跡探訪は、日下玄瑞ではなくて、日下玄瑞のお兄さんの日下元気や大村益次郎など、藩医として活躍した人物たちの大先輩で、長州藩の医学館、厚生堂創設に関わり、後に館長となり、膨張医学の発展に大きく貢献し、その培われた洋学の知識は、村田清風を通じて幕末の藩政改革に生かされ、13代藩主、毛利高近公の侍医を務めた人物。それは膨張医学の発展に大きく貢献した日本屈指の蘭学医、青木周介です。青木周介は、1803年、享和3年に、都合大島郡の医師、青木玄統の長男として生まれました。弟に長州藩で初めて首藤を実施し、後明治天皇の大典医を務めた青木健三がいます。その健三さんの養子で、第一次山形有朋内閣で外務大臣を務めたのは青木周蔵でした。登場人物全員凄まじい経歴の青木家の旧宅にお邪魔させていただきます。お邪魔いたします。おお、いきなり萩の古地図ですよ。萩城の写真と毛利家の家系図がございます。こちらは台所ですね。しっかりと残されていて素晴らしいですね。古地図を見出すと割と止まらなくなりますね。広いですね。全国から門下生が集まったと言われてますから納得ですね。こちらで詳しい説明を見ることができるので勉強になりますね。周介さんはドイツの医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトに師事し、一時長崎で開業していたようですが、萩藩医能見東庵らの推薦で藩医となったそうです。それらの信任を受けて藩主高近公の侍医となったわけですね。あとこんなエピソードも。近所に住む10歳の少年が天然痘を患い、命の危機に瀕していました。周介さんはその少年をすぐに診察し、治療して完治させたと言われています。そう、その少年こそが後に、幕末の風雲児として動乱の時代を駆け抜けた人物、高杉晋作でした。周介さんがいなければ、もしかしたら晋作さんはこの世にいなかったかもしれません。はい、お邪魔しました。いやー、人と人との出会いというのはまさに奇跡です。歴史が変わっていたかもしれないわけですからね。はい、今年の長州関探訪はここまで。また来年お会いしましょう。良いお年をお迎えください。最後までご視聴ありがとうございました。本年もありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしていただきありがとうございました。2024年も引き続きよろしくお願いいたします。